はい、どうも、シュガーでーす。さあ、今日もですね、シュガーの宝船やっていきたいと思います。さあ、今日の企画はですね、もう僕が当初動画を始めた時から追っかけてる前田三兄弟。僕の動画の中ではよく登場する前田三兄弟をピックアップしてやっていきたいと思うんですけれども、今回のお題は、推し三兄弟の水準札言ということでやっていきたいと思います。まあ、前田三兄弟と言いましたら、前田。敦也選手、光選手、かける選手という3兄弟。今日は4月の20日、一番最若手でもある前田かける選手が初輸出しました。しかも3兄弟の中では一番早い輸出になっております。前田選手はガマゴリで1年5ヶ月かかって初輸出。光選手は福岡で1年1ヶ月かかって初輸出。で、今回の前田かける選手は常滑で11ヶ月で初輸出となっております。1年切りました。そして今回の輸出に関してはちょっと面白い感じの番組構成になってるんですよ。そう、ポイントなんですけれども、1つ目は1、2コースを絶対取る前付け選手がいること。2つ目の要素は1号艇の選手のイン一着率が少し低いこと。そして今回の前田翔選手が上位モーターなこと。展示の雰囲気を見て、進入コースを見て、高配当が狙える、1がいなくなる優勝戦なのかなと思って参戦したいと思います。サブのレースは10、11レースをやって、メインレース、12レース。そこは、投資額を少し多めに、今回船券勝負やっていきたいと思いますので、ということで今日も行ってみましょう。さあ、ということで、サブのレースをやっていきたいと思います。ここ10レースですね。まあ、メンバーをね、見ていただいた感じだと、ここ、まあ、展示の雰囲気的に陰線なのかなということで、解明、こんな感じです。で、ニアタマの234-24。そしてまあ一応これ刺し目というところで買っていきたいと思います。まあ、岡部選手の陰線一着率 69.6%。 モーター相場的には中堅モーターという相場なんですけども、まあ行き足がいいというところで、まあ逃げるのかなと思っております。まあここで売れるであろう4コースの山地選手は4コースから6コース1着ほぼないんですよね。ちょっと不思議でした。1から3コースは各10本ぐらいかなり取っているので、これ偏ったデータだと思うんで蓄積していきたいと思います。ここですね。枠番のスタートがですね、もう岡部選手が早いので、まあスタート切ってまくることはない。穴目の23頭に関しては、モーター相場。これはもう、一着率の丹下選手の2コース戦。そしてモーター相場の水原選手という形で買ってきました。あとは結構5、6コースは買ったりするんですけど、ここも展開的にオーソドックスな展開。5、6コースの連帯率はほぼほぼ皆無でもあるので、ここはもう買わなくていいかなと。絞っていきたいと思います。まあメインの前のね、肩慣らしでもありますので、オッズ構成的に A1 選手が1人いるってだけで、4コースの頭ということで売れますよね。普通こんな感じで。宮地選手の半年間の決まり手を見る限り、差し9本という形で書いております。あと、まくり差しが1、2本という少なめ。ただこの差しからまくり差しに関しては、これ2コースから3コースでしか取ってなかったので、まあ4コースの頭はないのかな。差しても届かない。うん。オッズ構成的にはいいかもしれない。まあ、期待したいのは水原選手の上位モーター。雰囲気良かったと思うので、まくり差し。ここ行ってほしいですね、ワンちゃん。でしたら、アナハイトあると思いますので、レース行ってみましょう。まあ、陰線のね、岡部選手。うん、陰線一着率。まあ、そうですね。まあ、良さげではありますけど、まあ、スタートがね、早いっていうのが、まあ、唯一の救いかなと。陰線だけ 0.11 という平均スタートなんで、まあいいでしょうということですね。だからまくってきた手にもやっぱ弾いてくれるので、水原選手の外前次第では、うん、まあ内が入ってくるっていう魂胆です。まあ水原選手はね、参考戦連帯率はないのでほとんど、ただそんなスタート悪くなかったからモーター的にも差はないのかなということで、うん、山内選手が絞ってるか、いやでも絞るまでもないと思う。よし、オッケー。これ3の外前。あー、そこ飛んでくるの。マジか。あ、終わった。全然外飛んできてんじゃん。わー、崩壊。内側行ったこと。まあ、いや、無理だ。もう2デート起きてる。いや、1めちゃくちゃ握ったな。無理。どうなったらああなるんだろう。あ、だから丹下選手は握ったのか。そうだな、丹下選手握ったくさいな。僕の選手いいのか。いや、これにめちゃくちゃ握ったな。3も握って、微妙に山地選手も握ったのかな。
これは無理だ、取れないわ。まあ、連帯率からも無理だし、モーターからも無理だし、ちょっと、なんで刺さったのかもちょっとよくわかんねえな。まあ、例えば、丹下選手は結構握る方なんですよ。まあ、よく僕の動画で、上げると思うんですけども、インコースも刺されて負けやすいっていうのは、まあ、あるんですけど、なんだったんだ、今の。謎だな。まあ、謎すぎる。よくわかんない。いやいや、当てるよって話じゃない。そんなか、関係ねえよって話じゃない。めちゃくちゃつくだろ、これ。満州じゃない？もうちょっと、買ったさんって後ろ走ってるし。満州だよ、絶対。いや、ちょっとこの展開はちょっとわかんないな。オーソドックスな展開だったんで、よしと思ったんですけど、なんで6と5が刺さってきたのか、展開なかったのに刺さってきたのはちょっと謎だな。7000。ああ、まあでもモーター相場か。いやー、ちょっとわかんねえ。ぜひ皆さんリプレイ見てみてください。ちょっと僕も後で見てみます。検証します。当てろよ。ということで、次のレース行ってみましょう。ということで、2戦目やっていきたいと思います。先ほどのレースは単純に引き波に乗ったという形でしたね。2と4はい、残念です。さあ11レースですね。こちら買い目こんな感じです。はい、まあイン逃げ、ここもイン逃げかな。展示の雰囲気、北川選手のターン力、まあその辺を踏まえて1逃げ243、24という形、300円ですね。そして、まあ、これは、そして、3頭の目、3まくり差し、4のまくりの6、3着という形で買っていきましょう。まあ、イン逃げに関しては、逃げ率が 54% という半年間の北川選手。まくられないというところが、結構握っていくのかなというふうに僕は仮定しました。で、今回土屋選手は、まあ、ちょっと懲罰モーターということで乗っております。12号機。土屋選手は自在系で、3コースはただ、すごく連打率が高いという形で、動画の船券勝負の時に、まあ、お伝えしたと思うんですけども、ここはあると。ただまくれないということで、まくり座したら勝てるという、ただまくりに行ったら北川選手の抵抗に合うという形で、まあ、まくり勝ちで、今坂選手は2から4コースまくり勝ちが多い。これがね、偏ってました。半年間の決まり手を見る限り、まくりにかなり偏ってます。2コース戦もまくりです。まあモーター関係なく、佐藤翼選手のように4コースを得意としてまくりをする、まあそういう選手っているので、まあちょっとそこを買いました。半年間のまくり勝ち 25% ということで、まあここは面白いかなというふうに抑えて買いました。で、4がまくった時は6の3着付け、まあその辺はあるかなと思っております。峰茂選手、ある期間で5コースのまくり差し勝ちが、まあ全選手の中でもかなり多い選手ということで、ボートボーイさんでピックアップされてたぐらいなんで、まあここの着取りは展開あればあるのかなというところで、結構好きな選手で勝ってます。うん、まあオッズ構成は1か、まあそれはそうだろうな。ただ4が売れてない、今坂選手が売れてないっていうのはちょっと軽視されてるなっていうところがあります。サクサキ選手が買いモーターらしいので、まあ外の攻撃はそんなに怖くないのかなという 2,3 着残り、まああると思うけどな。うん、まあそこで取りたいなと思います。ということで行きましょう。さあ陰線、北川選手です。さあ、まあここはちょっとね、モーター的に、まあ中堅モーターということで、北川選手の陰線で、若干ちょっとね、陰一着率も 54% ということなんで、まあ若干低いですかね。まああとは特化型の今坂選手がどこまでスタート切って絞っていくかっていう感じですね。まあほんとマークリ特化の人は結構やっぱ絞ってくれるので、まあ外に展開が向きやすい場合もありますと。まくられにくい陰線となると、一切切っちゃえば足がどうかだよな。その先ないな。ってよりも5がスタート切ってるぞ。うん、揃った。逆に2が握るとかやめてよ。まくり出せ。よし。あ、23、あ、4、足ないな。外れるぞ。3の2着は外れるぞ。いや、無理だわ。これ3になってほしい。全速。あー、3、2じゃなきゃ外れるけど、勝ってるか、これは。いや、モーター、モーター、モーターがいいだけだ。あ、それはダメだ。内側すぎる。はあ、はあ、いやでもまあちょっとまあ足出ていく感じはあるから、これは一応いけるかな、一応いけるかな、いってほしい。外前、
車が差して回ってホーム設置入り、あーダメだわ。2番手はここで4停止5停止とリードを取って2号車を突破する最高停止や。まあ2着付けにしたのね、これも外前して奥回ったらっていうところなんですよね。まあどっちかというとまくり差しって成功するパターンだったんで、それ以外なら弾かれるかなと思ったので、これはやばいな。123マジこれはきっちい、マジできっちい、マジかこれは。もう最後の12レース当てなかったらやばい動画になりそう。マジで。きっちり。少額の掛け金なのにさらに陰線を外すという、絶対面白くないで動画になる。やばい。北川選手結構握ったな。これはちょっとメモ帳にチェックですね。刺さりやすい。絶対あのターンだと。今日使う額は1万円と決めているので、まあその辺で行きたいと思います。行ってみましょう。さあ前田翔選手の水神祭目指して初輸出。まあ一応ね、買うか買わないかはね、まあ展示の雰囲気を見てというふうに思っておりますけれども、まあ2人の兄弟はどっちも連帯してます。1着は取ってませんが、なので前田選手にも今回のモーターを生かして連帯してほしいなと思います。さあここね、インコースの上村選手が 52.9% の1着率ですね。で一応偏りがこのマクラレ負け、まあその辺かなと。スタートはそんなに悪くないんですけども、兄弟ビールさん進入コースを入れると各コースに変更してくれるので、展示の並びが142356という形になりました。上村選手もね、これぶっちゃけ上村選手の行き足はいいと思います。そして連帯率的に鈴木選手の2コース戦はほとんど勝たないという傾向にあります。で田中選手も復帰して半年間の成績が今のところまあないと。前付けレース、もし鈴木選手が2コースになった場合は右隣2人がまあ1着を取りやすいっていうのがまあセオリーではあるんですけども、これモーター自体がね、下位モーターということでなんか違和感があるそうです。逆に5、6コースのモーター相場がいいというのがあるので、まあ穴目はそっちで、セオリーじゃないところで買っていくという風になるんですかね。ということで買い目こんな感じです。はい。行き足良かったので、まあ逃げ買おうと思います。ただ、まあせっかくなんでというのはちょっと船券的にね、どうなんだと思いそうなんですけども、6の前田選手の3着付けを買っていきたいと思います。お兄さんに続いて初優出、連帯。そしてあとはもう5頭で行きたいと思います。5126前。まあ、ここは100円なんですけども、本線はここです。5-26。ここで行きたいかなと思います。あまりの516、100円だけあったんでそこは、一応増資しております。6100円です。前田選手なんですけども、正直、ちょっとスタートが遅いんですよね、若干。で、さばき的にも、やっぱ光選手の方がちょっと光って見えるっていうのが僕の印象です。まあ、ただその中でも上手いですけどね、着取りは。今現在、通算出走数が172走して、1着4本なんですよ。1着を、まあ、取れてないというのはあります。ただ、1機終わって、2機目からもう4コースから走っていくので、これからやっぱ頭をガンガン取っていく選手でもあるので、注目です、本当に。でね、これ5を買ったのは、やっぱり田中選手がね、これ攻めると思うんですよ。明らかに、がっつり握ると思います。だからそれで、田中選手は勝ちきれないと展開的には僕は思ってます。なので、まあ5のまくり差しが入ってくる。ただ村岡選手は2019年3コースから6コース1着めちゃくちゃ少ないんで、まあその辺の近況は心配です。ただ自在系でどちらでも攻撃できると思いますので、モーター相場的にここは買わざるを得ない。さあそれでオッズ構成を見ると、まあ1から売れるでしょうね。完全にこれはやっぱ実力上位というところでしょうか。ただ優勝戦前のインタビューではかなり違和感があるということなので、まあ叩ききれないなと。鈴木選手も2コース戦はあんまり頭を取ってない。頭を消去法していくともうそこぐらいしか残ってこない。そんな投げになっております。まあ、ここのお題は前田選手の水神船券ということで、まあ、買ってみましたけれども、まあ、1着は買ってません。頭は取らないと思っております。だから、1か5、ここだけ、切ってほしいと思います。ということで、行ってみましょう。さあ、前付けから見ていきたいと思います。それでですね、一言言ってなかったんですけども、村岡選手ね、離れがいいんですよ。はい。ほとんどもう3コース以内に今節全部入ってます。だからこれね、3まで飲み込んじゃえば面白いんですよね。あ、あるかもな。あ、ないか。もうあれになってるってしまうと。あー、かわいそう。かわいそうに。
まあ鈴木選手結構強前付けするからかわいそうに。いやこれは早いでしょう。しかも鈴木選手後ろ振ってるしな。いやでもね、行き足はね悪くなかったんですよ。しかも今節スタートも切れてるし。でもファンバレー終わった後ぐらいにもうターンマークギリ回るぐらいだっていうのはまあ一応ちょっと遅めではありますよね。まああとはちょっと村岡選手はどっちかというと出足系らしいんで、まあ離れ等ですね。いやこれは面白そう。はい。前田翔選手、まあ、あの3兄弟ということで、前田敦也選手は確か蒲郡は3着かな。で光選手は福岡、その時は確か2着でしたね。めっちゃ早いですよねみんな。いや本当に前田3兄弟はマジでおすすめです。まあもう知ってるとは思いますけど。さあこれ5頭なら全部満州。まあ、攻めは田中選手だと思うんですけど、まあ、飲み込むまではいかないと。上村選手が抵抗してくれる。これはいけ、いったかもしんない。これはさすがにいったかもしんない。あ伸びないか。よし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 。あこれはいいよ。ゴー刺され、抜けろ抜けろ抜けろ。いや行くっしょこれは。5まで届け。あーくそ届かないのかそこは。前田選手なら、あーダメだ。いやいい絞りしてくれたけど全然打ち出しの内側全員にいなかったな。この競り合いだと多分無理だな。まあでも追いつこう追いつこう。鈴木選手か。いやもうちょっとこれ、いや牽制されてる。伊藤選手がそんなに伸びはしないんだな。伊藤選手の方が良さそうだしな。しかも外前だともう無理だしこれ。あーダメだ。あーなるほど。バックストレッチ届いてほしかったけど、いやまあまあ足良かったんだろうな単純に。いやでもしかもこれ一応そんなに悪くなかったのかな。なんかなんねえかな。あーそうか。まあまあしょうがない。いやちょっと2マークまで回って少しドキッとガタッてなったけど、ちょっとなかったなぁ。いや、田中選手が遅れてくれたから、ただ抵抗に合いすぎた。で、鈴木選手もちょっと引いたんですよ、ちゃんと。鈴木選手は全然握らないですからね、ほんと。内側が全然開かなかった。まぁ、ちょっと面白い試合ではあったんですけど、ちょっと残念です。まあ、ただ村岡選手のまぐり出しはかなりうまく刺さってきたんですけど、頭までは取れない。まあ、伸びはなかったのかな。出足は良かったけど。さあということで、前田三兄弟の水準負けということでやってみました。まあまだ B1 選手ということなので、若手だから買わないっていう負けの買い方をする方もいらっしゃると思うんですけども、全然 2,3 着では買えると思います。まだ1着は4本しか取っていないということなので、もう 2,3 着の紐で売れていなければここを軸に買う。これは A2 選手や名前が売れるまでは美味しいオッズにありつけると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。すいません、今日は3連敗の動画を上げておりますけれども許してください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。